はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の動画は、帳簿の提示がないとペナルティが課される。こちら令和5年分の確定申告からいよいよスタートしますので、自営業フリーランスの皆さん、特にですね、本日の帳簿がないとペナルティが課されるについて一緒に勉強して、しっかりと押さえていきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しておりますので、ぜひ概要欄から一度覗いてみてチェックの方お願いします。では早速、本日の動画、帳簿の提示がないとペナルティが課されるってどういうことなのについて順番に解説していきますので、動画最後の方まで見てください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは帳簿の提出がないとペナルティが加算されますよ。令和5年分の申告からスタートしますので、しっかりと皆さん押さえましょう。本日の内容です。帳簿がないとペナルティ、どういったことかと言いますと、令和4年度の税制改正で発表されている内容なんですけど、その運用スタートがですね、令和5年分の確定申告からスタートしますので、しっかりと内容を押さえていきましょう。本日の内容なんですけど、まず内容と目的について解説をします。次に適用は一体いつからなのか、そしてその提示すべき帳簿の範囲について、具体的に例を交えて解説をしていきます。そして4つ目、ケースごとの判定ということで、本日このような流れで動画いきますので、最後まで見てください。そして最後、まとめという風になっております。さて、では早速ですね、本日の内容の制度の概要についてから見ていきましょう。はい、制度の概要についてです。こちら令和4年度の税制改正でもうすでに発表されている情報になります。帳簿の提出がない場合、これ帳簿の提出をいつするのかというと、税務調査が入った時などになります。調査が入った時に帳簿の方を確認したいんですけど見せてくださいという場合に、提示がない場合どうなるのかと言いますと、加算税の過重措置が取られます。この目的について紹介しますと、記帳義務の適正な履行担保ですね。もう記帳義務というのがね、ベースですので、記帳をするということはもう当たり前にしたいということもありまして、この適正な履行をするためにですね、こういった制度を今回設けますよと。そしてこのルールがですね、令和5年分の確定申告からスタートしますので、皆さんしっかりと押さえておいてくださいねという内容になります。また帳簿の保存をしていないとか、記載不備を抑止するため、防ぐためにこういったルールを設けられたという背景があります。ではこの加算税の過重措置、一体具体的にどのぐらいペナルティが上がるのか、次のスライドで一緒に見ていきましょう。制度の概要について、税務調査で帳簿の提示が指示された場合にですね、帳簿がない、また帳簿を見せることができない場合にはですね、過重措置をするというのが今回のこの制度の概要の内容になっております。もともと過少申告をしていたり無申告の場合には、無申告加算税というのが課される、まあペナルティが発生するんですけど、それにさらにですね、税務調査が入った時に帳簿を見せれない状態の時にはですね、過重措置を取りますよという内容になっています。じゃあ具体的にどれぐらいペナルティが上がるのか、順番に見ていきます。まず1つ目、この1つ目が皆さん一番ね、重要ポイントだと思いますので、しっかりと押さえましょう。1つ目、帳簿の提示がない、要は帳簿をつけていない、見せることができない場合にはですね、 10% 過重しますよってことになります。これ結構大きいです。一番のこの帳簿がないパターン、もしかしたらこの動画見てる方にですね、帳簿つけてないよっていう方いらっしゃるかもしれません。そういった方、今年の確定申告からですね、そういったことは通用しませんので、ペナルティが課されますので、しっかりと帳簿つけるようにしましょう。そして2つ目3つ目、一応紹介をしておきます。2つ目のパターンとしてはですね、売上の記載が2分の1未満の場合には 10% を過重しますよ。そして帳簿にですね、売上金額のうち3分の2未満しかつけていなかった場合はですね、 5% 過重しますよという風なルールになっております。特にこの1番の帳簿の提示ができないパターンがですね、要注意ですので、皆さん記帳する、またね、帳簿をつけておくっていうのもね、ビジネスをする以上、経営者となった以上、必須項目だという風に思っていただけるといいかと思います。じゃあこの制度の適用がいつからスタートするのか、もう少し具体的に解説をします。適用はいつからなのか、令和6年の1月1日以降というふうになっております。この令和6年の1月1日以降ということはどういうことなのかと言いますと、申告期限が令和6年の1月の1日以後に到来する所得税、法人税、消費税、3つ全て該当してきます。各
項目についてもう少し詳しく解説すると、所得税の場合はですね、令和5年分からとなりますので、令和6年の3月15日締めの確定申告から該当するということになります。では法人税の場合はどうなるかと言いますと、令和5年の10月決算期分からというふうになっております。そして消費税についてはですね、所得税と法人税同様に、それぞれの所得税の場合は令和5年分から、法人の消費税の場合はですね、令和5年の10月決算期分からというふうになっております。ですので、令和6年の1月1日以後に申告期限が到来する所得税、法人税、消費税が全て該当してきますので、皆さんしっかりと帳簿の方を準備をしていくようにしましょう。法人の方でですね、帳簿つけてないって方はもうね、あまりねいらっしゃらないと思うんですけど、私のこの動画を見てらっしゃる自営業やフリーランスの方、また起業したばかりでですね、まだ帳簿のつけ方がよくわからないとか、帳簿をしっかり実はつけてないんですって方、もしかしたらいるかもしれません。令和5年分からもうこういったペナルティが発生するということを頭に置いてですね、しっかりと対策をするようにしておいてください。では一体どんな帳簿はセーフで、どんな帳簿がアウトなのか、次のスライドで解説をします。帳簿の範囲です。調査に必要な帳簿とは一体どういったものなんですかというね、疑問をね持った方もいると思うんですけど、青色申告の方、こちらになります。仕分け帳と総勘定元帳が必要となります。白色申告の方はですね、売上帳、この売上帳というのはどういったものを言うかと言いますと、売上が確認できる帳簿のことを指します。白色申告の方は売上帳を用意しておく必要があるってことです。青色の方は仕分け帳と総勘定元帳を調査に必要な帳簿として指定しているというふうに、国税庁の Q&A で公表されております。例えを挙げましょう。売上の合計だけをメモしたノートがありますと、これは調査に必要な帳簿に該当するんですかというね Q&A があったんですけど、売上の合計だけをメモしたノート、何月何日1日の売上が10万円とか8万円というふうに売上を合計しただけのメモやノートはですね、これは帳簿とは言えないので、今回のペナルティが加算されることになります。どうしてこの売上を合計したメモだけではダメなのか、理由をね紹介説明したいと思います。そもそも帳簿というのはですね、この3つが記載してあることが重要ポイントになります。取引年月日、そして2つ目がですね、相手方をメモしておくこと、そして3つ目、金額、この3つが記載されていることが重要なポイントになります。この今例に出した売上高の合計だけをメモしたノートですと、取引年月日が例えば書いてあるとしてもですね、相手先が書いてないとか、その一個一個の取引の金額は書いてないってことになりますよね。メモで合計してあるだけなので、こういったものはですね該当しない、帳簿とは呼べないよということになります。そしてもうさらにもう一つポイントがあります。整然かつ明瞭に記録されているということですね。整理整頓されて記録されているということが重要になります。とはいえですね、税務署もそこまで鬼じゃないので、少し考慮をしてくれております。どういった例がねセーフになるかと言いますと、今言ったこの売上合計をメモしたノートが手元にありますと、それプラス請求書の控え、領収書控えなどなど必要な書類がきちんと保存されている場合には帳簿とみなしますよと、さすがにね過重まではしませんよということで考慮はしてくださっています。じゃあ次にね、この話を聞いた時に皆さんが考えることは、請求書の控え、領収書の控えを保存しておけばいいんでしょというふうに考えると思うんですよ。次もう少し具体的にその例を出します。合計のメモのノートを取っていると、そして確認できる書類や資料もあると、取っていますと、保存してますって言ったとします。じゃあその保存方法どうなってるんですかって言った時にですね、今までの売上合計をメモしたノートは手元にある状態ですね。このメモしたノートがある状態でどのように書類や資料を保存してるのかといったところ、段ボールに突っ込んでるだけ、まあ要は雑然と袋や箱にとりあえず突っ込んで入れておく方法、これだとですね、確認できる書類や資料は確かにあるんだけども、ちょっと雑すぎないかということでですね、ただ保管してあるだけの場合はアウトになります。ここしっかりと押さえておきましょう。じゃあどうやって取っておけばいいのかと言いますと、ここがポイントになります。
年月日順に整理して保存をしておけばですね、この売上合計をメモしたノートと必要な書類、請求書等が保存されているというふうにみなして考慮してですね、セーフということにしますよということになっております。なので雑然と段ボールにただ入れてあるだけ、はい見てください、保存してありますというのはちょっとね無理がありますよということを押さえておいてください。じゃあこの帳簿をね見せてくださいっていうルールなんだけども、いつまでに見せないといけないのかについて次のスライドで解説をします。帳簿の提示をいつまでにしなければいけないのか、帳簿の不提示とはいつ NG アウトというふうに判定されるのかについてこちらのスライドで解説をします。いつまでに帳簿を提示すればいいのか、一つ目のポイント、税務署の職員の方から帳簿を見せてくださいねというような指示や提示が入ります。その時に遅滞なく見せることが大事です。見せてくださいって言われてからですね、2ヶ月も3ヶ月もかかったらもう遅滞してるっていうことで、まあアウトですよね。なのでそのように指示されてからですね、遅れることなくなので、まあ2、3日なのか5日なのか1週間なのか、こう具体的なルールはないんですけども、遅滞なく見せればセーフということになります。そしてもう一つポイントなんですけど、税務調査の場合です。税務調査というのはですね、基本的に事前に電話連絡など連絡があることがほとんど、まあ多いです。抜き打ちの時にはですね、もちろんそういった連絡なく来る時もねたまにありますが、基本的に経営者の方に直接事前に連絡があります。税理士を雇っている場合にはですね、税理士の先生の方に先に連絡が行くというふうになっています。なので税務調査の場合にはですね、調査を開始する日時までに帳簿の準備をする期間があるので、それまでになるべく準備をしておいてくださいねということになります。なので帳簿をいつまでにね準備しておけばいいのか、見せればいいのかというと、まあ、税務調査の場合には調査が開始する日時までに準備して、その調査当日に税務署の方にですね、担当の方に見せれる状況にしておくっていうのがベストだと思います。そしてこのような遅滞なく提示ができない時にどうなるかと言いますと、加算税が加重されますよというルールです。これが令和5年分の確定申告からいよいよスタートします。皆さんしっかりと帳簿をつけていますでしょうか。もうね、帳簿をつけるっていうのは経営ビジネスをするによっても基礎項目、基礎のルールとなりますので、しっかりとしておきましょう。はい、まとめになります。帳簿の提示がない場合にはですね、加重措置がありますよ、ペナルティを課しますよというのが今回のルール変更になります。しっかりと押さえておきましょう。そしてこれがいつから始まるかというと、自営業フリーランスの方、個人事業主の方はですね、令和5年分の確定申告からスタートするということになっておりますので、ここはしっかりと押さえておいてください。もうね、今年の分の帳簿がなかったら危ないということになります。そしてこういったもうどうやって帳簿すればいいのかと言いますとですね、今は便利な会計ソフト、クラウド会計というものはあります。こういったものを利用しない手はないですので、こういったものを利用して効率的にスムーズに帳簿をつけるようにしましょう。こういったツールを使って帳簿をつけた方がですね、確定申告もぐっとハードルがね下がって楽になりますので、ぜひね使っていただければと思います。過去の動画にですね、税理士おすすめ会計ソフトというような動画も出しておりますので、そちらの方気になる方は見ていただけると嬉しいです。そして先ほどから言っているようにですね、もう経営者、個人事業主になった、開業したっていう方はやはりですね、帳簿と経理というのは基礎項目となります。もう基本的なルールなのでやらなければなりませんという風になっておりますので、税務調査がもし万が一入った時にですね、帳簿がないなんてことにならないように気をつけてください。そして令和5年の確定申告分からペナルティがさらに加重されるプラスアルファでね乗ってきますので、しっかりと皆さん帳簿の方準備するようにしましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということで、 Facebook の非公開グループでオンラインサロンを運営しております。メリットが4つあります。まず1つ目、専門家税理士にですね、質問と相談が24時間いつでも自分の好きなタイミングですることができます。チャットみたいなイメージしていただいて、皆さんからいただいて質問に対して私が文章でお答えするというようなことになっております。2つ目、メンバー全員起業している経営者ばかりですので、情報交換の場として使えるということで好評です。で3つ目、私が平日毎日ビジネスに関する記事を書いております。 YouTube や SNS の裏側などもですね、このオンラインサロンのみだけに投稿していってますので、こちら記事の購読権利がありますので、ぜひご検討ください。そして4つ目、これが一番好評です。2ヶ月に一遍 Zoom サロンを開催しております。 Zoom 上で私に直接質問相談をすることもできますし、また他のメンバーと情報交換が直接 Zoom 上でできるということで非常に好評です。この Zoom 会議の参加権利が
ついております。概要欄からオンラインサロンについての詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ覗いてみてください。最近オンラインサロンのホームページリニューアルして綺麗になりましたので、かなり見やすくなっておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。はい、というように YouTube まだチャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またいいねやですね、感想いただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私が出版している2冊のビジネス書、 Amazon からです購入できますし、 Kindle 版もあります。こちらの方もぜひ合わせてよろしくお願いします。また各 SNS もやっておりますので、そちらの情報また違ったものを上げていってますので、よろしくお願いします。特におすすめがボイシーとなっております。声で私が情報を届けておりますので、ぜひボイシーの方も聞いてみていただいて、フォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上になります。今回はですね、ちょっとねインボイス制度の動画が連続して続いたので、ちょっと違う観点の動画になっております。令和6年の1月1日以降に確定申告期限が来るものに関してはですね、こういった帳簿の提示がないとペナルティがプラスアルファでねドンと乗ってきます。税務調査があった場合にですね、売上が漏れていた、修正しなければいけない項目があり、税額がプラスアルファ出て修正申告をして追加で納税をしないという時にですね、その他にもいろいろペナルティが乗ってくるんですけど、帳簿の提示がないということでさらにオンされますので、この 10% の過重かなり地味に効いてきますので、皆さんお気をつけください。帳簿さえしっかりつけていればですね、防げる項目になっておりますので、情報として知っておいて損はない内容かと思います。このように私のチャンネルでは個人事業主やフリーランスに役立つ動画、どんどん順番に週1回上げていってますので、ぜひチャンネル登録の方お待ちしております。それでは本日の動画以上になります。最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士神奈美でした。